はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語名詞丸一をお送りします。で、前回表をねやってもらいました。横長にしてあったね、あの表をやってもらったんですが、その中の一番上にいた名詞からまずね取り上げていきます。その1本目だね。で、今回は全部で問題が8問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、こう説明しながら問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？もうじゃあ、早速ね、1番の方から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はポイントはありません。もう問題を解きながらね、名詞について覚えていきましょう。で、まず最初の4問、こっち側はですね、次の文の名詞に線を書いていきます。いいかな？で、まず1番が、弟が買ったプリンを食べるです。いいね、弟が買ったプリンを食べる。で、この中から名詞を探しに行く。で、名詞っていうのはもともと物の名前です。っていう風に覚えると楽です。物の名前ね。ただ、ちゃんと覚えるんであれば、前回の表で行くと、まず自立語なんです。で、活用がありません。その中でも主語になれるもの、体現ってやつだね。それが名詞なの。で、まずここからね、答えをちょっと書き出しちゃいます。どれかっていうと、まず弟です。弟。で、もう一個。プリンです。この二つが答え。一番、弟とプリンね。で、これはまあ慣れていくと名詞って見つけやすくって、まあこれ物の名前なんで、しかも弟っていう言葉って変わんないでしょ、絶対に。弟なんか違う言い方でとかできないので、プリンはプリンだし、弟は弟だしね。で、気をつけなきゃいけないのが、名詞を答えなさいって言った時に、弟がって、ね、そう、弟って分かってるんだよ。でも弟がって引いちゃう子がいます。こっちもプリンをまで引いちゃう子で、そこまで引いちゃうと、もともと名詞っていうのはなんとかしね、品詞っていうのは単語なんだよ。あの前回の表もそうだったけど、スタート単語だったでしょ、左上が。だから単語で切って答えなきゃいけない。でも、弟がとか、プリンをまで書いたら、それ文節で切ってるから。だから、そこでずれてしまうので、必ず弟、プリンが答えで。ね、やってください。では次。2番は、家族と京都へ旅行に行くと。で、この中で、ま、物の名前として、ま、変わらないものだよね。で、何かっていうと、まず家族です。で、次、京都。で、最後に旅行です。いいかな。で、例えば、行くとかなんでダメかっていうと、まあ、これがね、まあ、動詞になるからって分かれば、それはそれでいいんですけど、行くって行こうとか、言い方が変えれるんだよね。なので、言い方が変えらんない、この家族、京都、旅行は物の名前って言ってしまった方が早いですけど、それが答えになります。で、次が、本を5冊買ってきた。で、この答えは、まず本。で、これ、5冊。これちょっと曲がっちゃったけどね。これも答えになります。これも、あの、名詞になるからね。で、あとはないね。で、次が、姉は東京都に住んでいる。で、まず、姉だね。で、あと、東京都。で、東京都は東京都だからね。で、あとはないかな。大丈夫だね。といった感じです。これが名詞。で、本当はね、もっと問題をこなして、あ、感覚的にわかるってなってもらえたらいいんですけど、あ、ごめん、ちょっと落としちゃった。失礼しました。落としちゃった。あのね、確定やってもらったらいいんですけど、ちょっとね、あの、板書の関係でこれしかできないんですが、まずこんな感じでね、名詞を掴んでください。で、次なんだけど、次の、もう線が引いてあるのね。で、その部分の文中で、主語、述語、修飾語、独立語のうちのどの働きをしているっていうのを答えます。で、これちょっとね、こっち側と混ざりやすいんで、ちょっとまず説明しますね。こっちは、主語。述語、修飾語、独立語なんて、ほにゃらら語なんだよ。こっちは名詞なんで、詞ね。品詞の話をしてる。で、品詞、名詞、動詞、感動詞、なんでもいいんですけど、ほにゃらら詞っていうのは単語ね。さっきも言ったように。でも、ほにゃらら語っていうのは、これ文節の話をしてるからね。ちょっとそこでまず、あの、頭を切り替えてください。こっちは文節です。で、今、例えばこれ、星が綺麗に輝いている、星がでしょ。これ、もともと、星だけだったら、これって名詞だよね。物の名前。星は星だからね。でも、それに、さっきあの、間違わないでねって言ったやつと同じ。弟がまで引かないでって言ったけど。でも、こっちは引いてある。星がって。つまり、星がね、綺麗にねってなってるわけだよ。で、その文節で切ってあるんだけど、こいつが主語、
術後、就職後、独立後、どれかの働きをしてると。で、なんで今回この問題をやってるかっていうと、もともと星は名詞なの。で、前回の表でやったように、名詞っていうのは主語になれるっていう話をしたでしょ。だから、名詞が来ると、あ、全部主語ねっていう感じがしてしまうんだけど、実はそうじゃない。名詞っていうのは、その下にある言葉をくっつけると主語になったり、ある言葉をくっつけると述語になったり、就職語になったり、独立語になったりできる。で、この4種類になることができます。で、まず5番の星が綺麗に輝いている。この星がでしょ。下にがをくっつけた場合、これは主語になります。誰々がっていうその話の主役をだからね。今回は星が主役だから。で、こっちで言うと、この弟が、これもそうです。姉はもそうですね。なので、主語になるときは、基本的に、下に、はとがです。あと、まあ、こそとかもあるんだけど、星こそとかね。でも、基本的にこれが一番いいね。はとが。これを下にくっつけると、名詞は主語の役割をしてくれます。いいかな？では次。昨日公園に行ったです。今度は2がくっついてます。公園だけだったらこれ名詞だからね、ものの名前で、名詞に2がくっついてる。で、この場合何語になるかっていうと、はい、これちょっとね、失敗しましたね、入らなかった、ごめんね。これ就職語になります。ちょっと閉じよっか。就職語で、就職語は下、下にですね、のとか、おとか、に。これがくっつくと、就職語になります。だから、公園に行ったで、これで就職語。あとは、何がいいかな？水を飲むとか、水をってなきたら、それはまた就職語です。いいかな？そんな感じになる。で、次が、富士山。それは日本で一番高い山だってなってますけど、で、この、名詞が来て、これが来てると。ね。で、こうなった場合は、もうね、独立語の時にやりましたけど、これ独立語になります。いい。結構前に撮った独立語の時もね、見てもらえるとわかりますけど。で、これね、またちょっと勘違いをね、させてしまうかもしれないんですが、前回の、また表ね、前回の表の時に、独立語になる、感動詞ってなさ、真ん中ぐらいに、独立語になる感動詞って場所があった。だから、独立語イコール全部感動詞とね、思うね、ことも出てくるんだけど、でもそうじゃなくって、ここが名詞の時、つまり主語になれる単語、今回名詞でしょ？名詞点となってる時、ね、当点になってる時は、それは独立語になります。に、名詞が独立語の役割をしてくれる。でも、その違う単語、ここがね、名詞になれない単語に来た時は、それが感動詞になる。ちょっとね、その区別が必要なんですが、今回はまず名詞が独立語になる、なることができるっていうのを覚えておいてください。で、最後。琵琶湖は日本で最も大きい湖ですだね。で、今回ここに湖。これが名詞です。ものの名前ね。で、それにですがくっついてる。で、これがまあ残りになっちゃってるんだけど、残りの述語になります。で、述語は、ほにゃららです。今回のね。ほにゃららですとか、ほにゃららだ。これが多いです。述語なんで、主役が来て、ほにゃららは、ほにゃららですって言うとき、何なのかっていう。それを表すときに、湖ですと。名詞を使って、ですがくっつくと、述語になることができます。これが名詞の役割ね。4つの。いいかな？では、今回は中学校国語名詞丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2はね、名詞って実は種類があって、ほにゃらら名詞、ほにゃらら名詞っていう。で、それをね、ちょっと詳しくやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。